プロゴルファーの市原達彦です。今日は、ゼビオグループさんにお声掛けしていただいて、キャロウェイの、新製品、ローグ ST を試打していきたいと思います。はい、これが新しいローグ ST ですか。わ、なんかかっこいいですね。今回ローグ ST で新しく投入されたテクノロジーがタングステンスピードカーブ1っていうこの金色のウェイトなんですね。約 11g のウェイトをヘッド後方部に装着してオフセンター時のボールスピードを高めると同時に慣性モメントを高めインパクトの安定性を向上するというそういうテクノロジーが入っていた。ジェイルブレイク AI スピードフレームがこう入ってたりとかですね。日本の柱です。はい、今度フレームなんですよね。あ、フレームこうただ柱じゃなくてこう、フレームになってよりこう強くなっているという。で AI でデザインされたフェース、これ全部違うんですよ。その MAX LS のには MAX LS 用のフェースがデザインされて、それぞれに適したであろうというですね、フェースをあの AI が設計してですね、それで作っている。で17年の GBB エピックから使われているトライアクシャルカーボンというそのクラウン部のカーボンとソールのカーボンで軽量化を図って余剰重量はその他の部分に持っていっているということです。というわけで、はい、あの定評のあるテクノロジーをキャロウェイらしく全部載せしたのが、今回のローグ ST 特徴じゃないかなと思うんですよね。あ、もう第一印象であの思うのが座りの良さ。ポンと置いたときにフェースがまっすぐ全然開きもしないし閉じもしないっていうのは大好きですね。まあ、全部いいドローですよね。めっちゃ安定してますね。安定してますよね。ローグ独特のなんていうんですか、こうくっつく打感っていうのがやっぱ気持ちいいですね。いい球、いい球ですね。慣れてきましたね。プロのスピードで振ってもなんかシャフト全然負けてないですね。負けてないですね。はい、5S なんですけど、結構切り返しでのしなりが気持ちいいですね。ちょっと長くなかったですね。ここまでスピードが出るとやっぱりちょっとスピン量も増えるし。そうですね、っていう感じですかね。はい、ちょっと曲がりもちょっと大きくなりましたけど、そうですね、ちょっとまあ S なんでこのぐらいヘッドスピード上げちゃうと、だからヘッドスピードを適している方っていうのは40やっぱ3、4、5ぐらいの方なんですかね。いきます。42ぐらいですかね。あ、40ぐらいか。あ、これはすごい、これいいですよね。いいデータですね。このぐらいのヘッドスピードの方が打って、はい、スピン量が適正で、はい、ミート率も高くてみたいな。確かにヘッドスピード40ぐらいの方は打った感じはいかがですか。打った感じはあのヘッドスピード48ぐらいの時はだいぶくっつきすぎちゃう感じがあったんですけど、40ぐらいで振るとくっついて弾くバランスがいいですね。ではちょっと、はい、どっちかというとこのドローバイアスの強い捕まりのいいですね。あ、マックス D。はい、ローグマックス D を打っていただきたいと思います。若干あれですね、構えた時に少しこう先がこう捕まる、ちょっと被ってるというか捕まるイメージがありますね。さっきの ST に比べると。これはハイタスペースどのぐらいでいけるんですか。さっきと同じぐらい、40ぐらいでちょっと40ぐらいで分かりました。いきます。距離出てますね。出てますよね。ミート率も結構いいですよね。42で240以上飛ぶとなかなか嬉しいですけどねこのぐらいのセットスピードで振るのが一番心地いいというかバランスがいいですよね。いいですね。いいですね。やっぱ40、41、2ぐらいが一番
いいんですかね、合うんですかね。なんかドローバイアスっていう話ですけど、そこまでグワーンとこうドフックになるような感じでもないんですか、ね、全然そんなことないですね。本当ですか。程よく捕まってくれる感じじゃないですか。ちょっとカット目に入れてもらうことってできますかね。どのくらいそのヘッドが捕まえてくれるのかを。はい、ああなるほど。お、これはなかなか程よいフェードと言っていいんじゃないですかね。そうですね、パワーフェード、うん、ちょっと4度弱ぐらいのアウトサイドインで振っても、はい、結構強い球が、ミート率がそんな下がってないですもんね。そうですね、開くとミート率落ちちゃうんですけど、そこまで全然落ちてないですよね。では、はい、アスリートゴルファーの本命になりそうな道具マックス LS を打っていただきたいと思います。一番スピンが、はい、LS はロースピンの略でございますちゃんと置いたときに LS はちゃんとしっかりこう開いてますね。ちょっと打っていきたいと思います、はい、いや、いい音。いや、これは一番弾き感があるかもしれないです。もうちょっとヘッドスピード上げて出た方がいいかもしれないですね。はい、うん、おお、打っててもやっぱハードはハードですね。一番ハードです。これはヘッドスピードやっぱ45ぐらいまで上げていかないと結構厳しいかもしれないですね。それはどの辺で捕まらないっていう感じですか。上がらないって上がらないって感じですね、うん、だからヘッドスピードがあればあるほど前に行ってくれると思うんですね、この LS は。いいボール。いやー、めっちゃ安定してますね。全部フェードですね。これなら狭いコースでも全然いけそうな感じしますよね、はい、ではせっかくなので、はい、プロにですね、ちょっと最長不倒に挑戦していただきたいと思います。最長不倒、はい、ローグ ST マックス LS で、はい、SID UB のシャフトをちょっと用意したので、はい、カスタムシャフトをつけてちょっと試打していただきたいと思います。わかりました、はい、最長300ヤードは超えたいです、ね、はい、300出るといいなっていう感じですね、はい行ったかな。あ、行った行った。ありがとうございます。ちょっと飛ばしすぎですね。スキーも入って捕まった。いい、まあ、跳ね返り の, ボールも初速も速かったでは、はい、参考までに前作のローグサブゼロをちょっとプロに打っていただきたいなと思います。はい、結構評判良かったですよね、このサブゼロは、ね、サブゼロいいですよね。自分も使ってました、サブゼロ。いきます、はい、右ですね。続いて、はい、昨年スマッシュヒットしたエピックのマックス LS もちょっと。マックス LS、はい、これに変えてすごい飛ぶ方増えましたね、うん。これはいい音ですね。はい、弾き感とこうなんていうんですか、音のちょっとこう伝わってくる、あ、飛んでるなっていう甲高さっていうのはさすが、さすがというか、まあ、エピックの特徴ですよね、うん、ちょっと球質がちょっと荒い感じもちょっとありますよねそうなんですよ、うん、うん、いや結構スピンが入る人じゃないとちょっと扱いづらいですね。なるほど。いきます。やっぱり飛びそうは飛びそうですけど、ちょっと若干の安定感に不安がありそうですね。そうなんですよ。だから絶対的にやっぱりスピン量を上げられる人じゃないと使いこなせないと思うんですよね。結構アスリートに評判のいい3機種ですけど、はい、違いみたいなところは何か
どうでした？まあ、打感で言うと柔らかさで順番つけるならこのローグ ST、 前作のローグ、まあ、あとエピックマックス LS です。あ、じゃあ最新作のローグ ST マックス LS が一番こう柔らかいっていう。柔らかいですね。くっついて押し込む感覚は一番ローグ ST があると思います。くっつくと何かこう利点はありますか？コントロールしやすいと思いますね、うんうん、ちょっとくっついてる時間が、まあ、あの感覚的にちょっと長いとそのままミスしたと思ってもちょっと対応できるというか修正できるというかそういう良さはあると思います。くっつくのが嫌じゃなかったら絶対に新作のローグ ST を僕はお勧めします。では今回フェアウェットも出ているので、はい、ローグ ST のフェアウェットをマックスから打っていただきたいと思います。はい。なんか球を拾いやすそうな顔してます。あ、そうですか。はい。いきます。やっぱ構えた時のインプレッション通り、球拾いやすいですね。いいと思う。はい。打てますね。うん。ちょっと下目に当たってるんですけど、結構上がってくれてますね。しっかり拾ってくれてますね。ではドローバイアスの、はい、ローグ ST マックス D を、はい、すごい捕まってる感じがあります。あ、ドローバイアスですね。同じ感じで打ってもその全く同じ感じで打ちました。こんなに顕著に違うものなんですね。1.4kg も出てますね。すごいですね。では、アスリート向けモデルのローグ ST LS も打っていただきたいと思います。はい。いきます。そうですね。いい意味でちょっとアイアンっぽく打てるというか。おお、はい。ヘッドはコンパクトなんですかね。コンパクトに見えますね。うん。でもやっぱ案外スピンが入ってますね。うん。スピンが入ってるイコールやっぱこうちょっと球を上げて上から飛ばし止めたいっていう、飛ばしたくない、ちゃんと狙ってきたいって人はこのローグ LS が結構おすすめかもしれないです、ね。スピンがしっかり入ってくる。はい、スピンが入ってしっかり入ってくるんで。はい。全然違いますね。左に気配は一切ないです、うんうん、はい、スピンも結構入ってますよね。もうあのマックス D は、はい、あの球拾いやすくて、うん、捕まりを良くしたい方、はいはい、マックスの方は、そんなに捕まりを、嫌がる方、 LS はアイアン感覚、はい、まあ、3番アイアンとか4番アイアン感覚でクリークを打ってきたい方におすすめですね、うんうん。ではここからはですね、はい、市原プロにですね、指導した感想をちょっとお聞きしたいんですけど、はい、今回2022年モデルのローグ ST を打っていただいたんですけど、はい、まずはちょっと遡って、はい、近年 の、 そのキャロウェイのドライバーの印象をね、ちょっとプロにお聞きしたいんですけど、やっぱり印象的なのは2017年に出た GBB エピックだと思うんですよ。あ、確かに2本の柱が立って、あれものすごく売れたんですけど、あれはプロいかがでしたか？そう、やっぱ自分の印象で一番、まあ、自分もあの使ってたんですけど、はい、まあ、第一に初速がすごい、キャラウェイさんはあの初速にすごいこだわってきたな、ボールスピードにこだわってきたなっていう印象ですよね。で次の年に、まあ、だからローグの前作になるのかな、ローグっていうのが出て、あれもローグサブゼロとかが上級者に人気だったりして、で割と評価が高かったモデルなんですけど、ローグはどうですか？そうですね、ローグは実際あの自分も使ってたんですけどね。それはサブゼロですか？サブゼロですね、はいはい、くっつき感と弾き感のバランスがもう良すぎて、うんうん、コントロール性と飛距離のバランスが良すぎて、まあ、びっくりした。へー。で19年にエピックフラッシュというのが出て、はい、で2本の柱に加えて AI で設計したフェースっていうのを初めて出したんです、はい、エピックフラッシュの方が、まあ、あのくっつき感というよりは弾き感が強くて、うんうん、まあ、でも弾き感が強い方が好きな方も結構いるじゃないですか。
ポーンと初速出てくれた方がいいっていう、弾き感があった方がいい。前作ローグはちょっとくっついてコントロール感があるけど、はい、エピックフラッシュになってもうまたちょっとこう弾き感が出てきたっていう。そうですね、ローグはちゃんとくっつく、エピックは弾くみたいなのをあのすごい住み分けしてますよね、やっぱキャラウェイの特徴として継続してこう進化してるっていうね、そしていいテクノロジーはこう全部乗せするっていう、というわけで、はい、あの定評のあるテクノロジーをキャラウェイらしく全部乗せしたのが、はい、今回のローグ ST 特徴じゃないかなと思うんですよね、やっぱあのカーボンにすることによって、まあ、いろんなところにウェイトをまあ、配置しやすくなるメリットが結構やっぱあるんですよね、はい、あると思いますね、まあ、それがこうカードリッチになったりしてるんだと思いますね、どうですか初速は向上してるなっていう感覚はこの10年でやっぱりありましたね、まあ、モデルモデルによって、落ち着かせたりアップさせたりっていうのはあると思うんですけど、でもまあある程度その、ね、規定値を超えない範囲でいろいろやられてるなっていうのはすごく感じますね。その打点がぶれても初速が出やすいみたいなところはありますか？ありますね、ミスの許容範囲に関してはかなり上がってるんじゃないですかね、前は結構ヒールとか先っぽに当たるとミート率がかなり落ちてたんですけど、はいはい、最近は結構その辺はあんまりないですよね。ちょっと先取りぐらいだと変わんなかったりしますよね。そうです、変わんないですよね。ミート率も 1.45 ぐらい出たりして、あこんな先に当たってるのにみたいな、結構増えました。でちなみにこのローグ ST のこの3機種っていただきましたが、はい、これの印象はいかがですか？もうあの構えた時の、はい、まあ、座りの良さはもう抜群に良くて、マックス D が構えた時にちょっと1度ぐらい閉じてる、閉じた感じに、はい、でマックスがもうほぼまっすぐですよね、ポンと置いた時にピタッとまっすぐ、マックス LS が開いてるってわけじゃないんですけど、先をちょっと逃がして、捕まりすぎを防いでるっていうような印象が結構あります、これ僕たちはどう選べばいいんですかね？マックス D の方は、はい、ドローバイアスのマックス D、はい、もう完全にスライスが嫌な人にもうおすすめです、もう構えた時からあ捕まってくれるっていう安心感があるんで、振り急ぎも防げるので、マックス LS に関してはスピンが入る人であればスライスの人でも、結構捕まってくれるんで、お、捕まらないってわけじゃないと思うんですよ、ノーマルマックスは結構安定してましたよね、ずっとね、安定してましたよね、本当にこの2機種の間っていう表現が適切かなと思うんですけど、まあ、ヘッドスピード40から42ぐらいの人に適してると思います。LS になるともうちょっと速い方がいいですかね。マックス LS の場合はヘッドスピードどのぐらいですかね、ある意味43から48、まあ、50ぐらいまで対応できるんじゃないですか。おー、なるほどっていう印象ですね、まあ、実際306ヤードクラブスピード50でも結構スピン量は上がりすぎてないんで2300回転じゃないですか、だから本当ヘッドスピード43ぐらい、42、3からもう50ぐらいまで、幅広く対応していただけるモデルなんじゃないかなと思います。なるほど、楽しみですね、はい、楽しみです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。